この時間は倫理研究所 USA がお送りするおはようロサンゼルスの時間です。倫理研究所とは生涯学習を推進する会員によって構成される民間の社会教育団体です。今日はその倫理研究所が発行する職場の教養から今あるものというお話をご紹介します。佐藤真美さんは走り幅跳びの代表選手としてパラリンピックに3度出場しています。2年前東京オリンピック招致のプレゼンテーションでは義足のアスリートとしてスポーツに救われた自身の経験を披露し聴衆を魅了しました。佐藤さんは19歳の時に骨肉腫を発症して20歳で右足を切断しました。はじめはその現実を受け入れられず生きている意味を自問自答する毎日でした。その後義足をつけることによって走れるようになり走り幅跳びに出会います。北京パラリンピックでは6位入賞も果たしました。これまでの人生を振り返って佐藤さんは病気にならなければできなかったこと出会えなかった人ばかりなくした以上のものを得られたと語ります。なくしたものできないことよりも今あるもの今できることに心を向けられたらどれほど人生は豊かになるでしょう。苦しみの中にある喜びに気づくことができたとき人は前に進む力が湧いてくるのかもしれません。今日の心がけ今できることを大事にしましょう。倫理研究所 USA のお問い合わせは電話 714-717-6209 または倫理 USA.com をご覧ください。